次に来月2022シーズンが開幕する明治安田生命 J3 リーグ、愛媛 FC と FC 今治が今日それぞれ新シーズンでの飛躍を誓いました。昨シーズン初めて J3 に降格し巻き返しを図る愛媛 FC は松山市民会館でキックオフイベントを開催。熱心なサポーターおよそ200人が見守る中、青野大輔ゼネラルマネージャーが J3 を制覇し1年で J2 復帰を目指すと宣言しました。8シーズンぶりに愛媛 FC を指揮する石丸清隆監督は、勝負にこだわり戦う選手たちやチームの姿を見てもらいたい、熱い声援で大いに盛り上がっていただき後押しをお願いしたいと思います。イベントではチームに復帰した元日本代表森脇亮太選手らが会場を盛り上げていました。本当にエネルギーでポジティブ人間がたくさんいるので、みんなで盛り上げて頑張っていきたいなと思うんで、今シーズンもよろしくお願いします。来シーズンは愛媛 FC の開幕戦は来月13日ホームでカターレ富山と対戦します。同じく J3 で新シーズンを迎える FC 今治、監督選手ら合わせて43人が地元今治市の大山積神社で必勝を祈願しました。 J3 年目となる2022シーズン、昨シーズンからチームを率いる橋川和明監督のもと J2 昇格を狙います。恒例のおみくじを引く大役はキャプテン久住圭史選手に託されました。小吉ですちょうどいいかなと思いますここで全ての運を使い切らずに大きなことを成し遂げたいなと思います。選手らは絵馬に J2 昇格などとしたため新シーズンでの飛躍を誓っていました。FC 今治の開幕戦も来月13日ホームで福島ユナイテッド FC と対戦します。